ばんは、おみやです。今回は最近食べた揚げ物のまとめをお届けします。まず最初は宇都宮市にあります三笠食堂さんに行ってきました。三笠食堂、裏メニューで検索したり壁にある QR コードを読み取ると裏メニューが出てきます。卓上には醤油、ソース、胡椒、ラー油が置いてあり、カウンター席や棚にいろいろな種類のソースが置いてあります。個人的にじわじわ来て大好きです。さあやってきました、ボルガライスとトルコライスの到着です。味噌汁先輩、小鉢がついてきます。いただきます。ボルガライスですが、オムライスの上にとんかつが乗っていて、デミグラスソースがかかっています。まずはとんかつから。あ、おいしい。このタレすごくおいしい。コクとほのかな酸味のあるデミグラスソースがとても海派です。デミグラスソースにあまり馴染みのないナリパン君、とんかつにデミグラスソースの組み合わせにとても衝撃が走り感動していました。トルコライスですが、ナポリタン、ドライカレーの上に目玉焼きとカレーがかかったとんかつが乗っています。まずはとんかつから。サクふわのとんかつに豚肉や玉ねぎの入った優しい味わいのカレーがベストマッチ。味噌汁先輩ですが、します。味噌汁先輩の具材ですが、わかめとネギの味噌汁で。シンプル。シンプル。いいよ、カツ食べていいよ。美味しいですね。やっぱカレーの旨味がギュッと詰まってて、そこにねカツのサクサクが入って美味しいですね。いろいろなメニューがあって悩むわね。そういえば三笠食堂さんの駐車場なんですけれども、お店の後ろにタイマッサージ屋さんと共同の専用駐車場があります。場所なんですけれども、すずめの宮駅から車で約3分、国道4号線足利銀行すずめの宮支店を曲がり少し走るとあり、新4号線からだとフライングガーデン若松原店を曲がって少し走るとあります。店内はカウンター席、テーブル席があります。いろいろ詰まった裏メニューはわんぱくな2人にはたまらないわね。わんぱくなおはるさんにもぴったりです。うみゃーでいろいろ楽しめるので人気なのがわかるお店でした。完食です。続きまして、壬生町にあります割烹石川さんに行ってきました。卓上には醤油、七味、山椒が置いてあります。なんか配置がおかしくて大丈夫です。これです。お醤油がよかったら前のでお願いします。はい、すいません。さあやってきました、レバニラ定食ご飯大盛りとアジフライの到着です。定食にはお新香、小鉢、味噌汁先輩、食後のコーヒーがつきます。いただきます。大きなアジフライですが、タルタル、からし、レモン、千キャベツが添えられていてソースがついてきます。まずはタルタルとソースで、しっかりとした味の味で、衣はサクサク、タルタルのピクルスのシャキシャキ感と酸味がよく、ソースは程よい酸味でアジフライを引き立てます。醤油をかけてみましたが、13でもなく15でもなくジューシーになり、さらにご飯が進みます。まさにプロレスでいうところの石川修司のような、大きくスプラッシュマウンテンのような破壊力のあるアジフライです。ナムルとお新香が口の中をさっぱりさせてくれて、味噌汁先輩ですが、チワス。味噌汁先輩の具材ですが、ネギと豆腐の味噌汁で、だし先行のあっさりした上品な味噌汁です。割烹料理店でいただく絶品レバニラとアジフライね。そういえば割烹石川さんの駐車場なんですけれども、お店の横とその横に専用駐車場があります。場所なんですけれども、東武おもちゃの町駅の目の前、三部インターや道の駅三部から車で約5分くらいのところにあります。店内はカウンター席、お別れ席があります。おかみさんが三部の美味しいスイーツ店をおみゃーに教えてくれたので、行くのが楽しみね。私を連れて行かなかったらおみゃーを割烹してしまおうかね。安定の美味しさで、割烹料理店だけあり、一つ一つが丁寧で美味しかったです。食後のアイスコーヒーをいただき完食です。ごちそうさまでした。続きまして、小山市にあります渡辺精肉店さんに行ってきました。あれも買おう、これも買おうと思ったので、すごい、ご主人に渡辺肉屋スペシャルを持っていただきました。何が入っているかお楽しみです。いただきます。あ、エビカツだ。
すごいブルンブルンのエビがたくさん入ってまして、結構ね濃いめの味付けで、これめちゃくちゃうみやです。なんだこれ、カレーだ。カレーじゃなかった、かぼちゃだ。すんごいしっとり。じゃあ次はこの唐揚げですね。うわ、ザックザクの衣にしっかりと味付けされていて、衣の風味とこのプリッとしたお肉、そしてこの力強い味付けで、これご飯が欲しくなりますね。なんだなんだなんだ、グラタン、なんだ、クリーミーな感じがするぞ。冬が待ちきれない味わいですね。さあそして手羽先でございますね。関節を決め、藤原組長のごとく関節を決めたいですね。唐揚げとはね全然違った味わいで、めちゃくちゃ香ばしいです。さあそしてこちら芋フライでしょうかね。3本ね、3本じゃない、3つですね。こんな感じで芋ってますね。芋にみゆきですね。めっちゃ芋、ホクホクというよりもしっとり系なのかな。その他にもいろいろな揚げ物を楽しむことができました。いただきます。ホイミスライム、おいしい、うん、ご飯ですね。そんな笑わなくてもよくない？いやいやいや、お肉屋さんのお惣菜は最高ね。 A5 ランクの栃木和牛も食べたいわね。そういえば渡辺精肉店さんの駐車場なんですけれども、お店の斜め向かい側に10台ほど止められる専用駐車場があります。おみゃはランクで言ったら P5 ランクじゃないかね。おはるさん、私の撮影中我慢ができなくなり強奪していきました。とてもうみゃなお惣菜でした。次回はお肉を買って調理していただきたいと思います。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しくてホイミスライムに回復してもらったようだわ。駅も近くて駐車場も広くてよかったわ。続きまして栃木市にあります稲安食堂さんに行ってきました。アジフライなんですけれども、時々しか入荷せず、入荷してもすぐ売り切れてしまうので、開店前にお店に事前に確認した方がいいです。新米ですよ、新米。おー、素晴らしい。そう、ライスのおかわり無料なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。すごい、新米食べ放題なんですね。最高ですね。今日は本当に、本当に運良く。運が良かったですね。本当に良かった、ね。入荷したということなんで。楽しみですね。すごい楽しみですね。本当に。一応、カットせずそのままという。そう、ね、そのままで注文したので、楽しみです、ね。どんなものが出てくるか楽しみですね。楽しみですね。卓上には、中濃ソース、醤油、一味、お箸があります。おーすげえ。このアジフライはこの味を丸々一匹使うということです。すげえ。食べていいんですか。ほんとね、すごいすごい新鮮じゃないですか。なんかもう生きてそう。はい、ありがとうございます。うわーすごい。何これすごっ。丸々一匹やばすごいですね。これすごいね。いやでかい。でかいね。説明不要みたいな。すごい。はい、すいません。うわ、すごい。分厚い。ああ、すごい。おー。すごい、角張ってる、なんか。すごい。立体感がありますね。すごいね。はい、ということで、なりぱんくんのアジフライ。すっごい。何これ。やばいっすね。やばいね。しかも超いい匂いがする。ご飯も大盛り、おかわり無料だもんね。素晴らしい。そして味噌汁先輩に小鉢、ひじき、そしてとんかつ定食重い。この分厚いとんかつ、レモンが乗ってますね。すごい、なんか立体映像を見せられてる。うわーすごい。見てください、この肉厚、すごい、やば。さあ早速食べていきたいと思います。はい、いただきます。いただきます。すごいなこれ。なんじゃこりゃ。こう切って、そうだね、かぶりついてもいいんじゃない。かぶりついてます。いや、かなりこれ一回持ち上げてみようよ。持ち上げます。すごい。マジで野上明のムササビ殺法のような。ムササビ殺法、すごい。すごい、いや本当に重い。何これ。でもこの大きさ、まさかまさかの。じゃんちょっと難しいですね。収まらなかったね。ちょっと収まらなかったですね。すっごいホクホク。うわ、さあそのまま
いっちゃう。いい香り。うんうん。うまそう。うん。あすごい。なんかもう海の中にいる気分ですね。もう本当にまずすごくサクサクしてて、サクサクした後にその味のね、味の味って言うとちょっと変な話ですけど、すごい味がしっかり、身がしっかり詰まってて、すごく美味しいです。最高だねこれね。海の風味を感じます。すごく美味しい。さすが限定の品だね。ああ今まで食べた味の中で一番美味しいかも。これ枕にして寝たいですね。いい夢見れそうな気がするんですよ。そうだね、なんか海の中をこう泳いでるような夢を見れそうな気がする。さあそして私もとんかつ行ってみたいと思います。くわーこれすごいね。このちょっとテカってんのよ。そうコーティングされてますね、うん、これはもうちょんまげマーチ。乗せちゃうんですね。ちょんまげマーチにするしかないでしょう。ちょんまげ、まずはソースで。はい、すごい。じゃあいただきます。からしつけて。ん？おお。お。お。もう。こんだけね、肉厚なのにパサつきがない。スッと切れるね。そしてね、もう油も良くて、風味と豚のなんかいい感じの風味がしてね、油の甘みもしっかりしてて、これうみやですね。たまらない。うわすげえ。どうする？ソースかける？どうしよう、ソースかな。これはすごい。やべえ。うん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  , 笑っちゃうよね。笑っちゃいますねこれね、うん、すんごいみずみずしい。そうだよね、めっちゃジューシーです、うん、なんか一切のパサつきがないです。とにかくジューシー、サクサクでジューシーで美味しいです。すごくすごいよね、こんだけ分厚いのにね、うん、なんかね、すごいみずみずしが、みずみずしいですね、うん、すごいよね、うん、うわこれサクフワすごい、もうこの時点でサクフワ。さあ、私はね、醤油でいただきたいと思います。つーか、このとんかつの油めっちゃうめえな、うん、なんかしつこくないですよね。ね、うん、じゃあ醤油で。すごいね、これ。マジで。やば。何これめっちゃうまい。ですよね。何これめっちゃうまい。美味しいっすよね。うまい。何これマジでうまい。すごいサクフワだね。味噌汁先輩。お疲れ様です。します。します。味噌汁先輩ですが、豆腐とわかめと三つ葉でしょうかの味噌汁です。すごいわかめが。あただいまって言いたくなるような味ですね。美味しい、優しい味です。あほっとする味は。2人みたいにとても肉厚ね。そしてナリパン君は私のモノマネをして生意気ね。そういえば稲安食堂さんの駐車場なんですけれども、お店の近くに約70台ほど止められる広々とした専用駐車場があります。専用駐車場があります。結局今回もお腹がいっぱいでチーズケーキが食べられなかったみたいだけど、私にお土産を買ってこなかったのはうっねさあナリパン君、完食です。私も完食です。あすいません、ありがとうございます、はい、食後にコーヒーをいただきました。ボリューム満点で大変美味しく大満足でした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。続きまして真岡市にあります喜寿庵さんに行ってきました。決まりました。はい、唐揚げの盛りそばで、わかしは鶏からの方がいいかな。じゃあカツ丼にします。はい、カツ丼の盛りそば、はい、でお願いします。卓上には醤油と七味が置いてあります。あすいません。わあ美味しそう。さあやってきました、カツ丼セットのさらしなそばのセットの到着です。さあ揚げたてのカツがたまらないですね。いい香りがします。そしてこのデザートや漬物がついてきますね。早速食べていきたいと思います。いただきます。さあまずはカツ丼からいきたいと思います。あこれいい香り。
感じの、いい感じの肉厚さでね、たまらないです。そしていい感じの卵と玉ねぎ。揚げたてさっくりで、このね、返しは甘くなく、しょっぱみ先行でね、どんどんご飯が進んでいきます。そしていい感じのつゆだくになってるんですよね。香ばしいですね。そしてね、セットのカツ丼ということもあって、ご飯はね少し控えめなんですけれども、大盛りにするとね、ほんと1人前のカツ丼という感じになるので、がっつり行きたい方は大盛りをおすすめしますね。まさにこのカツ丼、新崎人生の拝み渡りをしたくなるような、この祈りたくなるような美味しいカツ丼です。いい感じにサクサク感が残ってて、玉ねぎと卵にこの返しがね、めっちゃ染み込んで最高っすね。グレートムタ対新崎博士人生の試合のような、そんなね、このリングに両者が対戦したような、そんな活動です。ちょっと言ってみようか。とても海穴お蕎麦とカツ丼でした。お店のご夫婦もとても優しくて丁寧な接客ね。そういえば喜寿庵さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。ミスター高橋もびっくりした。豚対新崎博士人生の試合のように、お宮の体重のリバウンドにドン引きね。完食です。ごちそうさまでした。そばがきの唐揚げが気になっていたので、帰りにご主人に聞いてみました。あれはね、だし汁っていうか、あったかい酒そばのおかげさまおつゆでそばがきを練るんです。なんていうのかな、普通のそばがきじゃなくて、はい、この味がついてる。なるほど。へえ、唐揚げの商品です。また次回来ますんで、その時にすいません、楽しかったです。続きまして、佐倉市にあります式亭さんに行ってきました。はい、すいません。はい、ということでやってまいりました、ミックスフライ定食なんですけれども、これはヒレでしょうかね。エビに白身魚、サラダがつきますね。大盛り無料ということで、大盛りライスに冷たい宇治えうどん、山菜わかめが乗ってますね。そしてお漬物が乗っています。いただきます。もう美しいですよね。佐々木健介、武藤圭司、小橋健太のタッグのようですね。まずはこれはヒレですね。さあ、ソースをかけて、すごいザックザク、そして上品な肉の柔らかさと食感がたまらないです。そしてご飯もめっちゃ入ってます。次に白身魚いきましょう。柔らかいです。ほんと柔らかくて軽い。そして魚の優しい味わいがね、広がります。最後にこの大きなエビフライ。さあ、この大きなエビフライ、ムーンサルトプレスのようですね。いい感じの弾力とこの柔らかさ、このしなやかな味わい、まさにムーンサルトプレスですね。エビの断面も失礼します。脂っこくないからどんどん食べられちゃうわね。そういえば式亭さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。ミックスフライより大宮の方が脂っこいのはなぜなぜ。とても食べ応えがあり、海穴定食で大満足でした。メニューが豊富なので、次回何を食べるか悩みます。完食です。ごちそうさまでした。続きまして、日光市にありますカツ亭石川さんに行ってきました。味噌カツはそのままでお召し上がりくださいということなので、しっかりね、味がついているということなんでしょうかね。気になるので次回食べてみたいと思います。あ、はい、すいません。さあ、やってきました、カツカレー大盛り千キャベツと福神漬けがついてきます。いただきます。
ビーフカレーのような味わいで、後からほのかにピリピリするカレーです。まさに石川県知事、プロレスラー長谷博士のようなカレーです。カツですが、衣がさっくりでとても柔らかで、カレーと肉の旨味がたまりません。まさに戦う国語教師長谷先生のようです。ご飯とカレーとカツを合わせれば、裏投げからのノーザンライトスープレックスで3カウント取られたくらいにうみゃーでした。ソースをかけて食べてみましたが、濃厚で酸味のあるソースで、濃厚ながらすっきりした味わいになります。千キャベツやカツにレモンもたまりませんね。そして赤い福神漬けが最高ですね。カレーライスにカツに福神漬けをループしながら、ジャイアントスイングのようにぐるぐる食べてしまうわね。そういえばかつて石川さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。味噌カツも気になるけど、唐揚げも気になるわね。おみゃーに後藤達寿縛りのバックドロップを食らわせて、次回連れて行ってもらおうかね。コクのあるカレーにサクサクとんかつで、ボリュームもあり大満足でした。完食です。ごちそうさまでした。最後は塩屋町にあります寿司割烹清水さんに行ってきました。店内はカウンター席、テーブル席、お上がり席になってます。すいません、はい、やってない、今やってないですか？もう少し立たないと、はい、じゃあエビフライかホタテフライで悩んでるんですけど、どっちがいいですかね？ホタテフライのほうがボリュームあるかな。あ、そうなんですか、はい、じゃあホタテフライ定食でご飯大盛りでお願いします、はい、ということでホタテフライ定食1100円、ご飯大盛りプラス100円を注文しました。はい、すいません、はい、さあといったわけで、このホタテフライが 1,2,3,4,5 5個入ってるんですかね。そしてタルタルソースとレモンが乗っていて、横にサラダ、カリカリ梅の乗ったご飯にキムチや漬物、煮物ですかね、入っていまして、そしてお吸い物さんですね、いい匂いがします。早速食べていきたいと思います。いただきます。さあホタテフライいってみましょう。さあ、わー大きい、これカキフライと間違えるぐらい大きい。さあまずはね、タルタルのみでいってみたいと思います。これはこれはうみゃです。すんごい肉厚で大きくて、ブルンブルンして、衣とホタテの風味、このね、程よい酸味のタルタルが、もう最高です。断面失礼しますが、このようになっています。すごいですね。さあ、次にね、ソースをかけていただきたいと思います。おーおーおーおお。ウスターチックなソースですね。ソースがね、味を引き締めてくれますね。そしてこの梅干しの後、いいですよね。さあ、そしてお吸い物さんですが、しわす。お吸い物さんですが、きのこと豆腐とネギのお吸い物です。うんま。しっかりと出汁が効いていて、あっさりしながらも、しっかりとした味でね、めちゃくちゃうまいです。まさに安定感があり、めちゃくちゃうまい。まさにね、世紀末でいうところのエース清水長官といったところでしょうか。ソロプロジェクトのフェイス2エースもとてもいい曲です。すんごいホタテの風味が押し寄せてきます。ループ高村とジェイル大橋の早引き対決のような、本当にスーパースターな、ロックンローラーなホタテフライ定食です。メニューが豊富で何を食べても美味しいと思うわね。そういえば清水さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。最後に気になる定休日について聞いてみたわね。ちなみにおみゃはアットホームな私の職場で年中無休だわね。完食です。ごちそうさまでした。ちなみになんですけど、はい、定休日がないような。あ、ない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 んですか？そうですよね。あ、じゃあもう年中無休って感じ。そうそうそう、
それからもう33年経ちましたから、はい、それで休みがないんだけど、おかしな話ですよね。すごいですね。あれなんですか、営業時間もなんか見たら朝結構なんか早かったんですけど、それ結局朝から用意してますから、9時に来れば9時でもやるし、はい、何時まででもっていう感じのスタイルですね。チャンネル高さん、あ、高さんですね、はい。そして YouTube で活動していて栃木県北を主に回っている高さんが以前来店してたくさん食べた話を聞いてすごいと思いました。やっぱその間お話とかなんかカウンターにお座りになられたんで喋りっぱなしだったんですけど、はい、なるほど。カツ丼食べて、五目あんだけ食べて、最後にざるそばで食べてきましたね。はい、すごい。2019年には帰れマンデー見っけ隊で注目され、他県のお客さんが驚かれるのが1900円でクオリティの高いうな重を提供していることなので、関西方面や北海道からもお客さんが来るそうです。見ましたよテレビ。しかも リアルタイムで見ましたよ。はい、といったわけで最近食べた揚げ物のまとめをお届けしました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。おみゃーおみゃー食べ歩き。おみゃがしら、へい。